皆様こんにちは。2月26日火曜日、午前と午後の合間の時、サッカー球ハーフタイムです。MC 小松です。よろしくお願いします。はい、そして本日ゲストをお招きしております。開幕直後というところではございますが、はい、栃木 SC からですね、浜下明選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。いや、すみません、開幕直後に。いや、全然大丈夫、大丈夫、はい、つい2日前に開幕戦だったっていうところ、ね、はい、やりましたね。あの、実はそうなんですよ、浜下選手に出ていただくっていうのを告知した時に、はい、まあ、その開幕直後だったんで、はい、開幕前とかの方が良かったんじゃないんですかねみたいなところの話もあったんですけど、はい、でも浜下選手がどうしても出たいみたいな、いやもう、はい、絶対出たかったんで、はい、僕がなんか上から今言っちゃいました、ね、いやいや、全然全然全然あの、すごく出たかったんで、はい、はい、逆オファーをいただいたということもありまして、はい、今日お越しいただいたと、はい、こういうことで、あの、番組的にも大変、選手の方にそう言っていただけるっていうのは大変ありがたい、はい、いやいや、思っておりますので、ありがとうございます、はい、はい、まあ、なので、まあ、今日は浜下選手にニュースもお付き合いしていただきつつ、まあ、浜下選手個人のお話とか、栃木 SC ってクラブのこととか、まあ、今期も始まったばかりですし、はい、まあ、そういったところのお話ですとか、はい、いろいろお伺いできればなと思っておりますので、はい、ご覧の方も何かもし質問あるようだったらコメントなどなど寄せていただければと、はい、思っております。はい、頑張って拾いますんでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はニコニコ生放送、 YouTube、ペリスコープで配信を行っておりますので、まだ登録していないよという方はぜひ、よろしくお願いいたします。早速ですが、ハーフタイムスタートです。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。はい、ではニュースからお届けしたいと思います。アンダー20ワールドカップの組み合わせが決定ということで、日本の対戦国要注目選手6選ということで、そんなようなことをちょっと紹介できればなと思っております。今年の夏、はい、ポーランドで開催されますアンダー20ワールドカップですね、組み合わせ抽選会が24日に行われまして、日本はメキシコ、イタリア、エクアドルと同じグループ B となりまして、またイタリアかよっていう、こととなりました。まあ、他で言うとグループ A かなが、コロンビアとセネガルとポーランドっていう、日本がワールドカップで対戦した3つの国が全部一緒になるっていうことにもなったんですけれども、そういった大会が、はい、5月23日開幕となります。まあ、この大会は1999年1月1日以降の誕生日の選手が出場資格が与えられてまして、オーバーエイジ枠はあのオリンピックのような形はないということになってます。日本は、はい、僕もインドネシア行ってたんですけど、はい、出場権を取るっていうところの、まあ、この世代でいうと、まあ、久保選手ですとか阿部選手、大迫圭介選手とか斉藤光希選手とか、もうすでにね J リーグもこの間の開幕戦とかでも、出ているような選手たちがずらずらっと並んでいる世代になるんですけれども、他の国でいうとですね、メキシコ、日本が対戦する国でも結構あのいまして、すでに活躍している選手たちが、メキシコ、ディエゴ・ライネスっていうベティスの選手ですね、はい、今もうリーガだけじゃなくていろんな国からもうすでにビッグクラブからだいぶ注目が集まっている選手ですね。メキシコのワンダーキッド、まあ、そしてまあやっぱメキシコタレントがいますんで、ホセ・マシアス、こちらレオンなんで、まあ、地元ですけれども、今回がフランダー20選手権2018で唯一2桁ゴールを挙げて得点王に輝いているストライカーで、まあ、前回のフランダー27は選ばれてないんですけれども、まあ、飛び級で世代別選ばれているという見込みは出ている選手ですね、いうふうになってます。まあ、将来レアルとかバルサでプレーしたいなんてことを言ってるみたいですね。であとイタリア、はい、イタリアはなんもイズキンですね、同じもうすっかりなんかこの番組だとおなじみになりつつあったけれども、はい、ユベントスの下部組織でプレーしていて、まあ、すでにトップでデビューもしてますね。将来嘱望されている選手の一人で、まあ、ちょっと今季は伸び悩み中かな、あまり出場機会がない、はい、いうふうになってますが、まあ、注目株の一人。イタリア他に言うとサンドロ・トナーリですね、ブレシアでプレーしている選手で、はい、アンダー19ユーロで、大会ベスト11にも選ばれた中盤の選手ですね、セリエ B に所属しながらも A 代表にも昇級されている選手で、これもちょっとニュースになりましたね。はい、エクアドルはバルセロナ SC という、あっちのバルセロナではね、スペインのバルセロナではないんですけれども、クラブのロゴも似てますけどね、レオナルド・カンパーノという選手、フォワードですね、
ブラジルが今回出ないんですけれども、アンダー南米のユース選手権を制したエクアドルの、まあ、フォワード選手ですね、まあ、すげえ素材感があるけどちゃんとした写真っぽくないけどこれ、はい、であともう一人がエクアドル、もう一人ディエゴ・パラシオスですね。こちらは、オランダ、オランダのビレムでプレーしている左サイドバック選手で、チームでいうと唯一のヨーロッパ組として、その南米ユーロ南米選手ですね、アンダー19を制した一人にもなっているとこういうようなことになって、今ちょっとずらずらずらっと、紹介させていただきました多分ね、ドンナルンマは出ねえんじゃねえかな、はい、と思いますね。まあ、日本は、はい、いろいろ、まあ、この世代も結構期待の若手が多くてっていう中でいくと、浜下選手的な見方で言いますと、浜下選手、はい、瀬戸内高校ご出身ということで、後輩に阿部寛樹選手がいると、はい、はい、いうことで、はい、阿部選手とはなんか交流というか、まあ、先輩後輩だとは思うんですけど。そうですね、まあ、連絡はちょくちょく取ったりはしますね、はい、やっぱりこの開幕の時だったりした時には、はい、暴れようぜみたいなことは2人でやったりして、ちょっと どうですか後輩としては。そうですね、ちょっと可愛らしいやつだなとか、ちょっと生意気だなとか。いやでも可愛いですね、はい、結構かなり、まあ、本当に真面目なんで、はい、すごく可愛いですねいい関係であるってことですかね。そうですね、はい、瀬戸内高校はね、今大会選手権もこの間の選手権も躍進してみたいなところで、はい、一気に注目度も上がったっていうところもあると思うんですけどね。はい、もう誇らしいです。はい、ありがたいです、はい、阿部選手もね、ここからまた、まあ、阿部選手だけじゃないと思うんですけど、はい、世代別の代表選手もこうどん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 ね、こういう舞台で活躍してヨーロッパのところに行く選手もいるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、続いて、はい、広島攻撃陣補強、川崎でプレーしてましたハイネルが期限付きで、プレー、加入を、となりました。あ、3月1日、から、まあ、来年1月1日までの登録期間となっていて、背番号44というふうになります。まあ、ブラジルのいろんなクラブでプレーしてましたが、まあ、なんといっても川崎で2017シーズンプレーしていたということで、覚えてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。まあ、そこまで出番は川崎ではなかったですけどね。はい、まあ、ちょっとこうなんていうんですかね、まあ、前線中盤含めて、まあ、特に前線かな、広島 ACL とかもね、攻撃陣ちょっと怪しかったりとかもしたっていうところもあるんで、まあ、そう活性化みたいなのが求められるんじゃないかなと思いますね。はい、であとは神戸も、はい、ビドリア セトゥバルからですね、はい、ダンクレー選手を獲得しました。まあ、すでに、ポルトガルのチームなんですけれども、ポルトガルのクラブ側からは発表があったんで、まあ、神戸側が後からも出してきたかなという感じなんですけれども、あ、出ましたね、神戸のラストピースですねということで、はい、ディフェンダーの選手を取ってきたということになっております。完全移籍で背番号33ということになって、まあ、シーズンは始まりましたけれども、まだまだ補強するチームもありますとこういう感じですね。はい、まあ、浜下選手、まあ、この辺の選手たちはもちろんあんまりイメージつかめないと思うんですけど、はい、まあ、クラブにも外国人選手いるじゃないですか、はい、コミュニケーションとかって結構取るようにしているなのか、あっちからガンガン来るのかみたいな、はい、いやでもあっちからガンガン来ることはあんまりないですね。でもやっぱり取るようにはしてます、うんうん、はい、やっぱり試合でやっぱ合わないといけないんで。ヘニキと仲いいですかって。ヘニキとは仲いいですね。いやもうみんなと仲いいですね。ヘニキさんはもう、はい、すごく日本語も結構喋れるんで。はいはいはい。もうほぼ日本語で話してます。ヘニキさんとは。ヘニキさんですかね。ヘニキさんでございます。はい。やっぱり学ぶことも多いですか。そうですね。オンピッチもオフピッチもだと思うんですけど。どっちも多いですね。基本本当にオフピッチはもう。なんていうんですかね、気楽というか、なんかもうフランクな感じなんで、まあ、そこはすごい切り替えというか、その部分はすごく参考にしてますね。まあ、やっぱオンとオフの、はい、切り替えは、はい、結構ね、はい、最近いろいろな有名選手が日本に来るようになって、はい、みんな言うようになったじゃないですか、はい、そのピッチ上でもちょっとこう、はい、日本の選手たちはこうずっと同じペースでやり続けるみたいな、はい、そういうんじゃないんだよみたいなのもなんかこう言っていきたいみたいなこと言ってますけど。そうですね、もうそこは絶対学ぶべきだと思います、はい、なるほどね、はい、そういうやっぱり
まあ、そこ関係ないですからね、国籍とかね。まあ、そうですね、サッカーですから、はい、学ぶことはいろいろ日々学びじゃないですけど、はい、ありがとうございます。お出ましたね、はい、フェニキさん、はい、ピンクがすごい似合いますねそうですね、はいはい、まあ、ちょっと、ま、なんていうんですかね、見た目も真面目な感じがなんかちょっと伝わる気はしますね。そうですね、はい、すごく真面目ですね、はい、うん、人柄もめちゃくちゃいいです、はいはい、今度あのぜひスタジアムに行かれた方は辺木さんと声をかけてあげてはいと思います、はい、はい、で、最後に、ヨーロッパの試合が今朝、ヨーロッパというかトルコなんですけれども、シュペルリーグがありまして、香川選手所属するベシクタシュと、フェネルバフチェの、まあ、イスタンブールダービーですね、がありまして、3対3のドローということで、まあ、バカ試合みたいな感じになっちゃったんですけど、前半3点、ベシクタシュが取って、後半3点、フェネルバフチェが取って追いつかれるということになりまして、香川選手は3点目をアシストしましたね。高い位置から、まあ、ボール取ったところからかな、でスルーパスを出して、ユルマズが決めたんですけれども、まあ、香川選手その前半はフリーキッカーみたいなところも務めていて、まあ、キレのあるプレー、まあ、他にもね、あのファールをもらうようなプレーでしたけど、あのよく見てた背中越しで受けてくるとターンして前向くみたいなのも結構やっていたりとかしていて、まあ、移籍後初先発ということで、まあ、84分ぐらいプレーしたのかな、コンディションも上がってきてるんだろうなというような感じになりましたね。後半はどうしてもそのフェネルバフチェ側の流れになっちゃっててというか、ベシクタシュが受けに回っちゃったんで、まあ、川川選手がちょっとボールタッチする機会もどんどん減っちゃったんでというような流れになりましたね、はい、いうことで、まあ、トルコで、日本人選手も何人かプレーしていますが、アナシャ選手は海外サッカーはご覧になったりもしますか？そうですね、結構見ますね。なんかよく見ちゃうなとか気になるチームとかあったりされます？そうですね、でもプレミアリーグの試合は結構見るかなっていうふうに思いますね。まあ、時間帯もありますからね、はい、どうしてもリーガとかイタリアとかだと夜遅いしとか、はい、そうですね、プレミアはやっぱり見るチーム参考になるしてる選手とか言いますか？よく見るよく見るチームはリバプールとかですかね。お、はい、それカウンターサッカーというかめちゃくちゃ速いんで、はい、そこはなんかちょっと学ぶところはあるかなっていうふうに思います。結構シティっていう人の方が多いかなっていうイメージなんですよね、はい、その、まあ、グアルディオラがやってるサッカーってやっぱ勉強になるねみたいな、はいはい、そっちよりはリバプール。そうですね、でもシティもいいサッカーしてるんですごく参考にはなるんですけど、気づいたらリバプール見てますね、はい。やっぱりこうなんていうんですかね、見てて熱くなるみたいなところが、そうです、ね、そのさっきの早いじゃないですか、はい、もう本当に面白いって感じですから、ね、見ててすごいワクワクするっていうサッカーがリバプールですから、ね、はいはい、スパーズいじるのはやめろしょうもない試合しやがって。僕スパーズ好きなんですけどあ、そうなんです、はい、しょうもない試合しやがって、このチェルシー負けるぞこのダメダメなチェルシー相手にと思ってますけどはい、いうことで、はい、プレミアミッドウィークもあの今週はあったりもね、はい、するんで、はい、いうふうになっております。ミッドウィークっていうかもう明日だね、はい、ニュースは以上ですね、はい、以上ニュースでした。CM 挟んで浜下選手のお話いろいろ伺っていければと思っております、はい。ここからはですね、浜下明選手に引き続きお付き合いいただきまして、生出演栃木の魅力ということで、はい、栃木 SC のクラブのお話や浜下選手のお話などいろいろ伺っていければと思っておりまして、コメントもいろいろ曖昧ま来てまして、はい、おすすめの餃子屋さんありますかってあのそういうベタな質問は大丈夫です、はい、あのピアとかを読んでください
あとはね、あの水戸サポーターから、はい、あの週末負けませんよっていうのが来てたりとかもしてますけれどもね、はい、はい、あ、いろいろ監督が変わったお話とか、他の選手いろいろね、岩本選手どうですかとか、西谷兄弟どうですかとか、いろいろ来てますけれども、はい、はい、はい、あ、ごめんなさい、西谷兄弟どうですかみたいなこともいろいろ来てますけれども、はい、順次こうね、はい、お伺いしていきますので、はい、合わせ流れに合わせる感じで質問いただけると助かります。はい、冒頭でもお話ししましたが、はい、出たかったと、はい、いうことをお伺いしたんですけれども、はい、なぜに出たかったんですか。いや、もう、まあ、その栃木 SC っていうチームを本当に宣伝したいっていう気持ちもありますし、はい、まあ、僕のことも、まあ、いろんな人に知ってほしいっていうのもあったんで、そういう意味で、はい、すごく出たいなっていうふうに思ってましたね。何かで見かけたんですか。いや、山口さんが、あ、うちの人間ですね、はい、はい、から縁あって、はい、知り合えたんで、もうこれは出るしかないと思って出させてくださいって言いました。そう、だからね、あの最近栃木 SC 界隈話題の江戸美穂さんからのっていうんじゃないんですよね。あ、全然違います、はいはい、そうじゃない流れから出てほしい、はい、出たいということを言っている、そうシーズン中なんですけどね、はいはい、おっしゃっていただいたんで、今日お越しいただきました、はい、浜下選手のちょっとプロフィールを、はい、簡単にご紹介しますね、はい、1995年広島県生まれ、はい、サンフレッチェ広島ジュニアユースから瀬戸内高校に進学されて、大学は山王大ですね、産業能力大学、はい、そして卒業後栃木 SC に、昨シーズン加入しまして、はい、昨年度からですね、昨年度後半からですね、特に出番を増やしまして、昨シーズンはリーグ戦30試合出場、1先発20試合で2得点挙げられて、おとといの開幕戦でも先発出場ということになっております、はい、ちょっとニュースのところでも触れましたけれども、瀬戸内高校出身の J リーガー2人目、はい、2人目で3人目が阿部選手になる、そうですね、ことなのね、はい、はい、でこう結構最近ご多忙に漏れないところのあれがあるなと思って気になったんですけど、広島南の壁を越えられず選手権に出場できずっていうのは、はい、これ瀬戸内あるあるですよね。あるあるですね。で、はい、それを突破したのが今回そうですね、今回、はい、選手権は初めて、はい、突破しましたね。インターハイとかはね、インターハイは何度か出たんですけど、はい、言ってましたもん、佐々木主将かな今年の、はい、はいはい、まあ、そういう詳しい思いをずっとしていったっていうんだったんで、はい、抜けれた時は本当に嬉しかったです。いや、もう、はい、めちゃくちゃ僕も聞いた時もすごく嬉しかったですね、はい、はい、でアンダー18フットサル全国大会に出場して全国制覇っていうのがあって、はい、これ結構最近の高校サッカー多いですよね。そうですね、意外と高校のチームがフットサルやって、はい、でアンダー18の大会に出て優勝するとか、はい、少子とかもそうかな、はい、はい、だと思うんですけど、はい、浜下選手もそうですね、もう本当に出てるチーム全員上手いんで、もう守備しっかりやったって感じですね。もう、ああそうなんですね。はい、もう守備全員で守ってもうワンチャン1点狙いに行くみたいなサッカーでたまたま優勝できました。はい、それチームとして出ようみたいな感じだったんですか。はい、そうですね。もう全国制覇するならこれしかないだろうみたいな。そういう感じなんですか。はい、もうまあその時多分集めてる、いやそこに来てるチーム少なかったんで、はあ、はあ、もう全国制覇だとこれしかないってなって、もう全員でそれにシュート当てて やりましたね。じゃああれなんですね、監督が、はい、指導の一環としてフットサルもやれっていうよりは、はい、どちらかというと出たいみたいな。いや、もう監督も結構、はい、結構もうこれ狙いけみたいな感じで、まあ、もしかしたら裏テーマみたいなのがあったかもしれないけどっていうことですよね。はい、裏テーマとしてフットサルをやることで還元できるものがあるっていうことで、はい、監督は、まあ、それも絶対あると思います。たかもしれないけど、はい、表向きは表向きはもうこれしかないだろうみたいな試合日と被りませんでしたかとか結構来てますけど、はい、そこはそれ優先でみたいなことですよね。そうですね、ほぼ優先してましたね、はい、こっちを。2種3種では有用ですよフットサルっていうのが来てますけれども、はい、やっぱりちょっと生かされてますか。そう、浜下選手のポジションどこですかっていうことで、まだ多分そんなご存じない方もいらっしゃると思うんで、はい、浜下選手プレー的にはまあウイングであったりとかシャドウですね、はい、今のチームであれば、はい、でタイプ的には売り的には
じゃあドリブルですかね、やっぱり足技駆使してみたいな。いや全然全然勢い、ほとんどもう、はい、足技使わないですね、もうゴリゴリに直線的なっていうか、もう、はい、無理やり行くみたいな感じですね。あ、まあでも大事ですからね、はい、そう、その仕掛けないと何も始まらないですし、はい、まあ、もしかしたらそこでフットサルでちょっとまあ足技みたいなのもやらなきゃいけないっていう部分はあったと思うんですけど、はい、フットサル用ででも練習してたってわけじゃないのか。そうですね、なんかフットサルの練習はほとんどしてなくて、なんかフットサルに似てるからバスケの練習してましたね、みんなで。なんか監督がバスケしろって言ってバスケしてました、みんなで。もう守備もそうか、はい、で攻める時も相手が囲まれてるやつをまあ回しながらなんか伺うっていうあれになるからってことですよね。でもやっぱり生かされてる感じはしますか今も。まあ多少はそう、優勝経験っていうのもあったと思うんですけど。ですね、でもなんかうまい具合に逃げてましたね足技からそこはちょっとあれなんですね、はいはい、ちょっと自分のポリシーみたいなのもあるし、いやなんかもう向いてないなと思ったんで足技は。その代わりになんかそのアジリティというか、うんうん、なんかそっちをやりましたね。なるほど、はいはい。でそしてこれまでの経歴っていうところでうちのスタッフがこれ用意してるんですけども、はい、イケメン J リーガー選手権第5回に出場もランキング入りは達成できずって達成できなかったんだったら入れなくてもいいじゃないかっていう、すごかったんですよメンツが、はい、メンバーがすごかったんですよ。内田篤人とかもいて、はい、勝てるわけねえだろうと思ってました殿堂入りやんけあの人。いやもう、はい、他の JR のチームとかもすごかったんでメンツが、絶対無理だろうと思ってたら、はい、案の定無理でした。今票多いの誰かな、まだやってるよね。いや、やってないですよ。やってないか。今締め切り中ですけど、1位内田選手、2位谷口翔吾選手はいはいはい、どっかだったかな、あれだっけ、山形のキーパーの人、背の高い山形だっけ、森田選手ですか、かな、イケメンなのは森田選手かっこいいですね。そこにまあエントリー、でもエントリーだけされたっていう。そうですね、まあでも、あ、節選手、そう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 、選手か、はい、エントリーされただけでも、もうでも公開処刑みたいなもんじゃないいじってくれるなやみたいな。いやもう、はいはい、きつかったですあれは女子サポ歓喜とか来てますけど、いやいやありがたいです、はいはい、この辺にしておきましょうかね、はい、はい、じゃあちょっと浜下選手のパーソナルな方というか、まあ、これまでの経歴の方からちょっとなぞりながら、あ、はい、伺っていきますね、はい、Jリーガーに、まあ、プロサッカー選手になりたいと思ったのはいつ頃ですかっていうか、そもそもサッカー始めたのって何歳ぐらいですか。うわ、6歳ですかね、小1ですかね最初は。なんかきっかけとかあったんですか、みんながやってたからみたいな。そうです、兄貴がいまして、兄貴がサッカーしてたんで、もうなんか自然にやってましたね。うん、はい、最初はクラブチームに入って、いや全然小学校の同好会でやってましたね。はい、そっからこうなんていうんですか、結局、まあ、最初に広島ジュニアユースに入るじゃないですか、はい、っていうことはまあセレクションも受けてっていうことだと思うんですけど、はい、割とプロになりたいから入るっていうあれを持っていったのか。あ、でもプロにはなりたい思いは強かったですねその時は。だからもう自然にサンフレの広島で一番強いチームに入ってましたね。はい、次男優秀説ってあるんですけど、次男です、はい、またここでもそんなあるんですか。お兄さんは、はい、早々にサッカーは、まあ、そうですね、大学までですかね。なるほど、サッカーしてたのは、はい、まあ、それでも大学までやられてた、はい、エリートじゃないですかとか来てますけど、そうジュニアユースはそのクラブ、まあ、小学校でやってる中で、はい、やっぱりちょっとお前あれだから受けてみればみたいな感じになった、それとも自分から受けたい。あ、でもスカウトみたいな感じですかね。あ、なるほど、はい、受けてくれみたいな感じに言われて、はい、受けて受かったみたいな感じですね。あ、今質問でジュニアユース時代同期とかっていますかって。名古屋の宮原克也、はい、おー、はい、と今サンフレの川辺駿、はいはいはい、はい、とあと町田にいる大谷直樹っていう選手がいるんですけど、はい、それが同期ですね。インスタで宮原選手となんか写真撮ってるのは見ました。あ、ありがとうございます、はい、宮原選手もイケメン枠ですからね。そうですね、イケメン枠っていうのも失礼ですけど、かっこいいですね濃い顔で、はい、その辺の選手たちとは、はい、まあ、やっぱりずっと連絡は取り
会いながら今そうですね連絡を取ったり年末に集まったりはしてますね、うん、地元で帰った時とかってことですね、はい、なるほどなるほど宮田選手出てもらうことありますよそうだそうなんですか名古屋会だあの名古屋から放送したことがあってその時に出ていただいたことがあります、ねはい、あそうなんですね、はい、意外とそこまでなんかあゲームやってもらったのかねはいいう時もありましたね、はいで、まあ、そのジュニアユースから瀬戸内に行ったっていうところで、はい、そこは上がれなかったそれとも瀬戸内をそうですねまあ本音を言うとあまりお金がなかったのでなるほどはいそのなんていうんですかねその全部全額負担してくれる瀬戸内高校に、はい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 、もう自然的に行くしかないみたいな感じでしたねまあ広島で、まあ当時ももうあれですもんね瀬戸内は上の方にいてまあ、それでもまあ南とか他のチームもいますけどそうですね広島観音とかですかはい、はい、あユースってお金かかるんですね、まあ、そういうところはありますよね少なからずねはい、はい、でもまあ高校進学はしたけどもやっぱプロになりたいっていうのはずっとそうですね高校の時もずっとプロ目指してやってましたね、はい、何をそこまで駆り立てたんですかね何なんですかねやっぱりサッカーしかできないっていうことでうん、うんプロしかないっていうふうに思ってたんだと思いますね なんか引っかかるポイントとかあったんですかね面白いなっていうのは漠然とあると思うんですけどいやでもそんな深く考えたことなかったですねなんか漠然とプロになりたいなっていうふうに思っててずっとやってましたねなるほどね、はい、無我夢中でっていうところで、ねはい、でまあ瀬戸内時代の話はちょっとさっきほどお伺いしましたけどもでそこからこう三能大に行く大学進学三能は、まあ、そう大プロにそこでなれたらなりたかったけど、はい、縁もなあれだったんで大学続けようみたいな感じ、はい、いやでも高校からプロになるのはなかったのはなかったですねもう親も大学行けって言ってたんで、はいはい、もう大学に行くことしか考えてなかったですねはい結構増えましたよね昔はなんか割と高校卒業してから、まあ、プロになれる機会があったらプロになるし、はい、あのプロチームも高校生からどん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 取っていくみたいなところがありましたけど、ね、今割とこう大学行ってこうちゃんと出来上がった選手たちを取るんじゃないですけど、うん、あと選手たちもこう大学へ行ったキャリアをちゃんとつけた上で行くっていう、はい、もうゆくゆくセカンドキャリアじゃないですけど、うん、みたいなのもありますからね、はいはいで三能時代は成績的にはいかがでしたか三能の時は全然目に見える結果というかそういうものはあまりなかったですね、うん、はいこうその中でも腐らずにやれたみたいなまあそうですねやっぱりプロになりたいっていう気持ちですかねやっぱりそれでまあ本当に努力はしてましたけどなかなかそうですね目につくような結果がは出てなかったですね、はい、そうそうそう三能大は産業能力大は湘南ベルマールのねスポンサーとかやってますよね、はいすはい、だこのタイミングでだから、広島出たっていうことですかねはい出ました広島出てここはサッカー関係ないですけど、はい、なんか変わりましたそうですね、まあ、やっぱりサッカーのレベルというかそういうものはやっぱ関東が本当にその時はもう関東行きたいと思ってたんで、うんその関東のレベルに結構圧倒されてましたね最初は、はい、こうそこはやっぱりあれですかこう、まあ、高校までって通用してたことが通用しなくなるっていうことだと思うんですけど、はい、いやもうはい間違いなく全然通用しなかったですね特にどこの部分で感じました高校から大学に行ってでもやっぱり体の強さとかですかねやっぱり僕ちっちゃいんで体もそうですね、はいはい、そうなった時に結構転んでましたね。吹き飛ばされてました。はい、こっち来て。もう来て。いかんともしがたい。いやもうフィジカルさっていう、はい。はい、もうありましたね。そう。小松さんとの体格の違いを。で俺をさあのなんか比較対象にするのおかしいじゃん。俺アスリートでもなんでもない。単なる会社員だよ俺。どうですか。ちょっと横。いいですか体の厚みこうですよ、うん、あごついですねでも
これがごついんじゃないんですよ、筋トレなんか何もしてないんですからこのいじり何俺毎回やるのこれあの先週プロレスラーの方に出ていただいたんですよあのサッカーが好きだっていう、はい、その方190ぐらいなんですけど僕あんま変わんなくて、あ本当ですか、ちょっとショックだったんですそう俺がおかしいんでまだまだ細いですね僕も。いや違います、こうなるといろいろあれですだと思いますからね。でもまあそれで、はい、やっぱ身長はどうしてもやっぱり止まっちゃうっていうのが分かるじゃないですか、うんうん、高校ぐらいになっちゃうと、はい、でその中 で大学でこうフィジカル的に負けるっていうところで、うん、やっぱりこう体の当て方とかそういうのはこう回数を重ねることじゃないですけど、そうですね、なんか、まあ、やってるうちにその大学の監督からその時加藤望さんっていう、はい、体がちっちゃくて、はいはい、似たタイプだったんで、それで体当てたら勝てないんだから当たらないようにすればいいだろうみたいな感じ言われて、なるほどと思って、もうなんかアジリティとかめっちゃやりまくって、うん、もうスピードで行くようにしました、はい、そこまで考えたことありました？それまで。いや全然もう何も考えてなかったですね、もうほぼ、まあ、他の選手と同じようにやって、うん、他の選手と、まあ、通用するような形でやってたのが、はい、ちょっと大学でそういうアドバイスもあって、はい、変わる契機になったというか、もうはい、もう なるほどそういうことかと思って自分のストロングを生かすための、はいはい、練習をするようになった。いやもうはい、そうですね、短所を直すんじゃなくて長所を伸ばすっていうか、これ大事ですよね、はいろいろななんか言われますけど、こう、はい、みんなこう平均的にするんじゃなくて、うん、いいところその子の伸ばしてあげるみたいな教育方法ですよね、はい、それで今があると、はい、いう感じですね。いやもうそうですね、これ大学時代はやれるようになるっていう実感が生まれたのはやっぱ3年とかになってからぐらいですか？そう3年、4年です。2年、大学2年の時ですかね関東リーグ2部で、はい、でもう本当にアドバイスもらって、うん、結構変わったんでかなりプレーはできましたね。なるほど、はい、そこでちょっとやれるような時間、やれるような時間は、はい、あります。で、まあ、そこから、晴れて、はい、夢だったプロ選手に、うん、なれたっていうことなんですけど、はい、栃木 SC さんからオファーをいただいて、もちろんいただいてたと思うんですけど、はい、4年とかの時にお声掛けいただいてみたいな感じですかね。そうですね、4年の時ですね、声掛けていただいたのは。こう決めてみたいなのがありました？そうですねその栃木の前監督が横山雄二さんなんですけど、はい、その方が元は湘南にいて、湘南に結構練習参加に行かせてもらってて、ここで結構目つけてもらって、で栃木の監督になって、で一回練習参加に来てくれって言われて、そこで行った時に結構はいキレキレで言いますね。いやもう結構キレキレでこれ行ったなと思ったんですよ、はい、そしたらはい声かけていただきましたやれるな俺的な。いやもうその時本当にもう今季一番キレキレでしたね。その時期で。でも一番キレキレ。それでも持ってるってことじゃないですか。いやもうそう、はい。なんか持ってましたね。ここぞっていう時にピークがこっちたっていうのは、はい、まああとあれかもしれないですね。その小柄でそのドリブラーでっていうのは、はい、そこまで、まあ、日本だと小柄な選手でドリブラーってまあいたりはしますけど。はい、そんなに多くもねえかなっていう感じだと思うん で、ね、そこでちょっとこうギャップがあってみたいなので、はい、いいプレーができたみたいな、はい、あるかもしれないですね。なるほどね、はいはい、よかったね、ピーキング成功とか持ってきて、はい、来てますね、はい、ちょっと質問があったから聞いてみようかな、はい、秀樹さんね、プレーするとこでポゼッションとか、まあ、例えば今ある戦術用語みたいなの結構あるじゃないですか、はい、そういうのってこう意識、要は理論的なところって意識しますかっていう。あ、なるほど。プレー中ですよね。プレー中はもう僕はほとんど考えないですね。なんかそういう理論的なことはもう感覚でやってます。ポジションもあるかもしれないですね。あ、かもしれないですね。ディフェンダーだとやっぱり考えないといけないかもしれないですけど、はい、前の選手だとあんまり、でも感覚的にやってる選手は多いと思います。
まあ、それがまあ振り返って自分にフィードバックして、でそれでこう体をなじませていくみたいな感じでやってるってところですかね。はい、そうですね、はい、なるほどね、はい。そしてまあ栃木に入ってということで、まあとはいえそこでキレキレで通用すると思ったんですけど、はい、大学から今度プロになるっていうところで、はいはい、高校から大学が壁があったという話だったじゃないですか、はい、大学からプロっていうところで違いは感じました？いやもうめちゃくちゃ感じましたね。かなり悩んでました最初は。なんていうんですかね、戦術っていうんですかね、戦術がより細かいというか、うん、なんかもうそこにめちゃくちゃ苦しんでましたね最初は、はい、結構、まあ、決め事じゃないけど。あ、そうです、はい、まあ、セットプレーのなんか、はい、なんていうんですか、マークとかだったりそういうのも全然違ったんで、あと守備の仕方とか、はい、全然違って、もう最初かなり困ってました。そこをこう飲み込むために、はい、なんかこう心がけたこととかありますか？こう自分がこの中でレギュラーになるっていうためにやんなきゃいけないことっていう、狙っていくにあたり。そうですね、なんかもう本当に悩んだんですよ。本当に戦術理解しようかなとか思ったんですけど、もうちょっと向いてないと思ったんでやめましたね。あ、逆に理解をやめましたね。もうなんか考えてたらプレーがどんどん遅くなってったんで、僕はもう考えない方がいいなと思って、もう何も考えずに自分の良さをどう出すことかを考えていくみたいな感じ、はい、もうそっちにコンバートしてやりましたね。あれですよね、感覚だけじゃダメっていうところも、まあ、今コメントが来ましたけど、はい、もちろんそうだとは思うんですけど、それに縛られちゃうことによって自分の良さが出なくなるっていうのが一番、はい、今はマイナスっていうことですよね。一番ダメだと思うんで、で多分これがこうまたたくさん経験を重ねていくと、うん、今度は落ち着いていろいろ考えられる、ね、やっぱり試合とか出たりすると余裕もやっぱり出てくるんで、そうなった時に、うん、まあ最近はよく考えれるようになったなっていうふうに、あの時こういうふうなこと言ってたなとか、はい、あこうだったなみたいなことですよね、はい、まあ、それが経験っていうことですよね。そうですね、はい、はい、なるほどね。あとね、なんかちょっとね、おっと思った質問が、あそう、 J2 はフィジカル的なところがちょっと多いからドリブラー的に大変じゃないですかみたいなのも今来てたんですけど、ね、はい、あ、なるほど、はい、そこはそんなに。そうですね、でもまあ、そのチームのやるサッカーにもよりますけど、まあ、フィジカルは確かに J2 は強いなと思いますね、やっぱり。まあ、その大学も今外国人の留学生とかもいますけど、はい、よりそうセンターバックとかに屈強な人がいたりとか、うんうんうん、まあ、もちろん日本人選手もそうですけど、経験ある選手がセンターバックでいたりとかいうことも結構多いと思うんで、はい、結構苦労するかなっていうイメージもあるんですけどね。そうですね、まあ、でも結構そのアジリティの能力でかわせたりっていうことが意外と多いんで、まあその良さを伸ばしていければいいかなっていうふうに今考えてますね。なるほどね、はい、そうね。でまあね、今季とかはねまたシャドウっていうところですからね、はい、より攻撃的にこう関与して前トップを追い越してとか、うん、まあ、シュートのところもそうですからね、はいはい、改善のあれはまだまだたくさんあるって感じですかね。そうですね、もっと頑張ります。はい、あここでありますね、これ、高校大学いろいろやってきてジュニアユースとかもそうですけど、はい、トレーニングって違いますか？そうですね、違いはありますね。やっぱり高校と大学の練習はあんまり、そうですね、違いはなかったですけど、やっぱりプロになると全然違うものだと思います。はい、どの辺変わりました？そうですね、やっぱりより例えば座学が増えたとか、まあ、時間がそもそもプロの方が短いとか、ね、まあ、監督さんの方針もあると思うんですけど、はい、今の田坂監督のトレーニングはもうボールを使って練習するんで、サッカーやってるなっていう実感がすごくありますね。なるほど、はい、こういろいろ言いますからね、たくさん走れっていう監督さんもいれば、ね、はい、とりあえずボールにたくさん触らせて、うん、よりこう、まあ、多分攻撃的な思考もあるのかなと思うんですけど、
いうところを目指していくって、ね、はい、田坂さんの練習面白いとの評判が、はい、っていうコメント今来ましたけど、そうですね、はい、楽しくやれてます、はい、ちょっとこれ後でも聞こうと思ってたんですけど、はい、田坂さん僕怖いイメージなんですけど、勝手に描いてるのは見た目的な感じですよね。であとこうフラッシュインタビューとかでもあのまあそうですねみたいな感じの、はい、感じで喋ってることも結構あったりするんで、そういう感じの監督さんなのかなって思ってたんですけど、はい、いやかなりいい人です。かなりかなりいい人です。はい、すごく優しいですね。もう全然怖い感じはないですね、はい、僕的にはこう監督さんのタイプとしてはやっぱ攻撃的な思考が強い感じなんですか。そうですね、まあボールを回すっていうところですかね、やっぱり。まあ本当に練習でもポゼッションとかが多いですし、まあ回して得点するっていうのが多分理想の形なんだと思います。はい、こうね、まあ、今期からやってきたっていうところで、はい、まあ実際に大分とかをやってまあっていうこともあって、こう昇格というか、はい、まあ、上の順位を目指すにあたりっていうところで、まあ、1年目だと思うんですけど、はい、結構変わりました。選手も変わりましたけど、はい、そうですね、あんまり変わりはないですかね、普段とは、うん、はい、なんか、まあ、練習は本当にもうボールを使うってことをやってるんで、そこはまあ去年とはすごく変わったかなと思いますけど、まあなんかすごく仲がいいチームなんで、栃木 FC は、はい、そこは全然変わらずみんな仲いいって感じです。なるほど、はい、新しい選手が増えても、まあ、そこもこ うまく馴染んでっていう感じでやってるって感じですね、はいはい、じゃちょっとその流れでいきましょうかね。ちょっとさっきね近い質問もあったんですけど、入団してうまいって驚いた選手っていうのはまあここにあって、質問でもまあその対戦してみてうまいと思った日本人選手とかっていましたとかいうコメントもいただいてたんですけど、いますか。そうですね、特にはやっぱり小栗さんですかね、大黒摩季選手はもう、いやもうなんかなんていうんですかね、もう分かんないです。なんかもう動き出しとかが正直独特すぎて、もう本当に僕もなんていうんですかね、いいパス通したことないですね、難しすぎて。それはちょっとあれですけど。本当にもういやでも、もう間違いなくなんていうんですかね、ゴールを決めれる選手なので、やっぱ自然にボールは集まりますし、うん、まあ、やっぱりそこを見てれば何とかなるっていう風に選手も考えてると思うんで、うん、いやすごいなって毎日思ってます。大黒選手もやっぱり感覚的なんですかね。いや、でも意外と、はい、意外と結構考えてます。ちょうど来てたコメント、はい、話聞くと感覚派じゃないんだよなって、はいはい、結構考えてます小栗さんは、はい、まあ、年齢も重ねてもう、まあ、そうですね、経験とかもあって、はい、あると思いますけど、僕も感覚でやってるんだろうなと思ってたんですけど、結構考えてたっていう、意外でしたね。そこにまだまだ自分もやっぱまだもっと関与して、そうですね、いかないといけないなっていう、いやもう、はい、もうですかね、追いつき追い越せで。うん、他いますか、まあ、例えばあとは守備側の人間でこの人やりづらいなとか上手いなとか、守備側ですか、チームメイトでもいいですし、対戦相手とかでもいいですし、はい、いや守備側でもそんな考えたことないですね。対戦して、はい、もう本当にうまいと思った選手が、あの千葉にいた茶島選手なんですけど、はい、あの広島ですね、はいはい、出身で、そのまあプレーとかもしてたんですけど、実際対戦してみて、うますぎるなと思って、ちょっと同じタイプだと思うんですよ僕、はいはい、結構ちっちゃくて、うん、もうめちゃくちゃ速かったです。めちゃくちゃ速かった、思わず簡単の言葉ばかりが出てくるっていうことですけど、いやもう、はい、ちょっと取るの無理だなと思って、その時サイドバックやってたんですよね、田島選手が、はいはいはい、で守備やってて、うん、ちょっと無理だと思って
もちろん諦めてはいないけど、はい、すげえなっていう、もう、はい、取れねえなと思って、もう、はい、すごいすごかったですね、その衝撃は。なるほどね、はいはい、まあ同じちょっとタイプ、体格とかもタイプ的には近いところあるから、まあ、学ぶ部分もありつつみたいなところもありますかね、はい、そうですね、はい、であとは、まあ、その西矢選手の話がコメントたくさん来てて、はい、主にあの間違えませんかみたいな話が来てますけど、双子ですからね、はい、いやもう全然もう全然顔違いますね、今となっては。今となっては最初はちょっと最初はもう一緒でした本当に、はい、もうどっちかしか分かんなかったんですけど、もう今となっても全然顔違うじゃんと思ってます、はい、結構双子の人って同じ同票で話していいのか分かんないけど、マナカナとかも分かるよね見てると、ね、まあ、ほくろの位置とかもあるんだけど、マナカナ、マナカナなんか分かるようにはなった。あ、マジですか、はい、すげえ横道になりましたけど、はい、皆さんの疑問一個解消かな、はい、はい、でそして、まあ、オフピッチのところで言うと、はい、まあ、週末実試合じゃないですか、はい、まあ、遠征に行くにしろホームにしろ、普段どんなカレンダーですか、平日的に言うと、まあ、試合、まあ、日曜日大体 J2 かな、はい、ってなると、まあ、月曜日がオフ、月曜はあのリカバリーの日です、リカバリーが、あ、そうですね、はい、リカバリーがあって、火曜がオフ、オフですね、はい、だから今日も来ていただけてる、そうですね、はい、で、そこからはもう、そうです、水曜から練習して試合に合わせていくって感じですかね、大体まあ午前試合じゃないですか、はい、でシーズン中はまあ2部連ほとんどないですか、ですよね多分、そうです、基本ないとは思うんですけど、うちはオフ明けが2部連ですね、あ、オフ明けの、なるほど、はい、水曜日が2部連 に、はい、にしてますね、はい、ちょっと1回ギュッと戻して、そうですね、はい、でこう合わせていく、徐々に合わせていくって感じです。で、ミーティングとかってそんなにですか、試合に向けて当然スカウティングがあってだとは思うんですけど、 そうですね、はい、そこはまあ試合の前に、そうです、試合の前日に基本確認しますね、はい、ミーティングで全員で、はい、普段とかってあります、その もっと前のところは基本ないですね、はい、基本試合前のミーティングだけですね、はい、はい、火曜レギュラー狙おうっつって火曜レギュラーになってもらったらオフなくなるわ、はい、じゃあ普段の割と生活としては、はい、午前中に練習して、まあ、午後は、まあ、ちょっと自分たちで身にこなしたりする、はい、したり、もう自由な時間というかっていう、はい、何してます、練習以外の時間。いやもう本当に去年も今1年目で、はい、すごく暇であの何しそうです、何しようかなって思ってて、ちょっと持て余しちゃう、まあ、はい、もう本当に、まあ、僕は基本、まあ、休むって形を取るんですけど、まあ、休む、家にいるだけじゃ暇なんで、最近ハマってるのが本読んでます。あ用意して用意したあれじゃないですか、用意した趣味じゃないですよね最近も本にハマっちゃいましたね、はい、はい、もう割とじゃあ小説とかですか、それとも小説ですね、はい、なんか自己啓発系の大丈夫ですか自己啓発系の、はいはい、本読んでますね。大丈夫かなあ、カフェとか行ってるイメージが選手には多いんですけど、はい、みたいなのがあるんですけど、はい、あ、でも浜下選手はまあどちらかというと自宅で読む派自宅でも読みますし、まあ、なんかちょっと欲しいなと思ったらスタバとか行って、はい、読んだりしてます。なるほどね、はい意識高い系とか言われてますけど意外です。あ、本当ですか。あ、だからあれですか、ちょっとなんかあれですよね、インスタのテキストちょっと浜下選手特殊ですよね特殊って言い方変ですけど、はい、そうですね、はい、ちょっとポエトリカルというか、ちょっと、はい、癖は出していこうか、強めですよね、強めに出していこうかなと思ってて、これあのやってる方いたら、はい、ぜひ見ていただいて、はい、ぜひフォローしてください、はい、あの損はさせないですハードル上がっちゃいましたけど、ぜひ
じゃあ本を読むことが多いっていう。そうですね、多いですね、はい、選手とどっかちょっと出かけたりとかもまあしなくはない、まあ、しなくはないですけど基本一人で過ごしてますね。なるほど。その後の時間は、はい、この辺も大変ですよね。学生からプロになったところで、はい、こう時間の使い方がこう分からないから、ね、そうなんですよね。もうそのオフ、はい、シーズンオフの時もいやもう分かんなくて何していいか。ちょっともっと2年目はもっとうまく時間使おうと思ってます。先輩からなんか何してんすかみたいなちょっと教えてもらったりとか。あ、もうなんか聞いたんですけどなんかあんま教えてくれなかったですね先輩は。ヘンキさん何してんすかみたいな。ヘンキさんは多分家族と過ごしてるんですか。あ、まあそうですね、はい、家族ある方はそうですよね、はいはい、なるほどなるほど、はい、あ、主にちょっとそうですね、なんだオフの時その一緒に過ごす時間が多い選手とかいます。います、います、はい、川田健人っていう選手なんですけど、はい、僕の2個下の選手なんですけど、はい、もうほぼ一緒にいますね。ほぼ一緒、ほぼ一緒にいますね。波長が合うっていう感じですか。うん、なんかもう慣れ、なんていうんですかね、もうずっと一緒にいるんで、もうほとんど一緒にいても会話しないんですよね。もうなんか彼女みたいな感じですね。もう大丈夫ですか。あ、もう全然ないですよ。男が好きなわけじゃないですけど。もうなんか、はい、落ち着くというか、一緒にいて自然な感じになる。はい、そんな感じですね。これはまた界隈がざわつくやつですよ。こういう話になると。そう、熟年夫婦とかそうね、長年連れ添っているあれの人に感じるやつ、はいはい、で、まあどっか出かけるにしろ、うん、もうまさか一緒に本読んでたりはしない。いやいや、しないしない、はい、多分本は嫌いなタイプだと思うんで、はい、ね、まあ、相関図とかもねよくやってるんですけど、うちの、はい、あれですけど、これまたの機会にしようかな、はいはい、で、あとは、まあ、栃木のクラブについてもまだちょっとあんまり伺ってなかったんですけど、はい、まあ、栃木来て今2年目で栃木 SC どうですか。チームこうあったかい雰囲気だなとか、まあ、サポーターの方とかもそうですし、はい、フロントの方とかもそうだと思うんですけど。そうですね、まあ本当に、まあ、移籍してきた選手とかも、はい、まあ、口揃えて言うのがやっぱりその選手同士はかなり仲がいいっていう風に言いますね、みんな。あ、そうなんですね、はい、あ、自分の感想だけじゃなくて、まあ、他の選手も、はい、他の選手も言ってますし、まあ、本当にロッカールームとかはもう本当に和気あいあいといつもしてますね、はい、いや、岩間選手馴染んでますかって、まあね、今季ね、そうたくさんね、はい、加入した選手も多くて、はい、いろいろまたチームが新しくなってる、こう枝村選手とかこう経験ある選手も来てみたいな、はい、ありますけどね、はい、その辺の選手たちとも、はい、もう全然かなりもう仲良くやってますね、はい、すごく早いと思います。馴染むのが。それはあれですか、個人としての浜下選手のパーソナリティもちょっとある。いや、どうなんですかね、やっぱりその、まあ、本当にベテランの選手たちの雰囲気ですかね。やっぱりその選手たちがすごく、まあ、フランクな感じなんで、まあ、チーム全体もそうなるのかなっていうふうに思いますね。結構小発選手はどうですか。結構個人のあれでいかがですかっていうのを聞いて質問もあるんですけど、はい、大崎選手どうですかとか、はい、あ、でも辰樹くんは、はい、その見た目ちょっと怖いんですよ、はい、ちょっといかつくて、はい、はい、って俺もはいって言っちゃった。怖いんですけど、はい、かなり優しいです。もう猫好きだし、その時点でもう可愛いじゃないですか。結構猫好き男子ギャップでありますね、はい、あるんですけど、はい、もう猫好きなんでもう普通に性格も可愛いですし、はい、すごく僕は好きです。なんかその手の話が多いですね。この選手可愛いとか、はい、この質問難しいね。栃木 SC を一言で表すとどんなクラブですか。まあ栃木 SC をまあ、本当に仲の良さですけど、はい、仲の良さですかね。ファミリーというか、はい、そこが一番ですかね。結構最近そのいろいろあるじゃないですか、その江戸美穂さんの効果ありますかみたいな、はい、コメントもあるんですけど、まあ、その江戸美穂さんがマーケティングのところでこう入ってみたいなところで、はい、発信をしていきましょうみたいなのがあって、
注目度が増えたとか、なんかこうそういう話になるようなことが増えたとか感じるところもある。そうです、選手から見たらちょっと違うかもしれないですけどね。あんまり実感はないんですけど、まあ話を聞くの聞いたの話では、まあすごくまあ活躍してくれてるっていうふうに言ってるんで、それでまあ話題になって、はい、あのいろんな人が注目されてることで、はい、選手のモチベーションは、いやもうはい間違いなく上がりますね。変わりますからね、はい、はいはいはい。こうでそう、ちょっと今季の話もしたくて、まあ1試合終えて、はい、まあ開幕戦はあスコアですか、はい、はい、というところで、したけれども、まあ、今季としては3バック、まあ、開幕戦はね、開幕戦は3バック、はい、ウィングバックを置いて、浜下選手はまあシャドウの右でプレーしましたけれども、はい、今季チームとして目標とかああいうところを、まあ、目指しているサッカーとかあればぜひお伺いしたいなと、はい、そうですね、やっぱり、まあ、まずはプレーオフっていう、まあ、6位以内に入るっていうのが、まあ、チームとしての目標ですし、サッカーとしては、まあ、本当に、まあ、ポゼッションとかを練習でよくやってるんで、まあ、そういうつないで攻めるサッカーっていうのを、まあ、理想で今やってますね、はい、開幕戦終えての手応えとしてはいかがですか。ちょっとあの、まあ、難しい時間も前半特に多くて、ね、後半は握れたりもしましたけど、はい、そうですね、まあ、なかなか公式戦ってなるとやっぱり雰囲気とかそういうのもあってなかなか自分たちのサッカーができないってことがあるんですけど、まあ、やっぱりそのできない中でもやっぱりその、まあ、良さは一人一人出せると思うんで、その良さを出しながら、まあ、試合を落ち着かしていけるっていう風に運べたらいいかなっていう風に思ってますね。まあ、金沢はね、相手の金沢は継続で来てたんで、まあ、やってるものっていうのが監督が変わったっていうところもあるでしょうし、またちょっと別っていうところもあるね、その完成度も最初の方はあったのかなっていうふうに 僕個人の感想として、あとは風も結構 ね、 そうですね、あったんで、はい、そこも苦労したところではあるかなと思いますけどね、はいはい、目標はプレーオフ、はい、プレーオフです、はい、ぜひねそこで行ってサポーターの方と一緒にこうまた上のステージに上がってみたいな。いやもう、はい、行きたいですね。浜下選手個人としてもそう、もちろんね、いやそうですね、もちろん、まあ、サッカー選手でいる限りやっぱり上を目指していきたいとは思ってます、はい、目標というか、はい、こういうキャリアプランみたいな、もちろん代表もあるでしょうし、そうですね、はい、J1 もあるでしょうし、まあ、もしかしたら海外かもしれないですけど、うん、やっぱり最終的にはそうですね、海外でサッカーやりたいなっていうふうに思ってますね。そこはまあ一つ自分のチャレンジとしてっていう、そうですね、チャレンジとして縁がもしあればっていう、はい、ありますか、どっか好きな、まあ、好きなスタイル攻撃的だから、はい、あれかもしれないです ね、 そうですね、例えばスペインとか、はい、そうですね俺が提案しちゃったけどそうですね、でも好きなのは意外とドイツあれだったり、そうなんですね、はい、なんか まあ、見てて面白いですし、うん、あれなんですかね、もしかしたらそのこうエナジーみたいなのを感じる、はい、例えばチームだったりとか雰囲気、はい、スタジアム雰囲気とかもそうですけど、そういうのにもしかしたら惹かれる、そうかもしれないですね、はい、ドイツ語勉強した方がいいんじゃないですかって言ってます、ね、ドイツ語は全然俺も未だに何も分かんない、うん、かなり難しいですよね、かなり難しいですね、はい、まずは英語っていうところはあると思いますけどね、はい、あ、インスタフォローしました、あ、ありがとうございます、という方もいますね、はい、はい、ぜひお願いします。あとはね、ぜひ皆さんスタジアムに来ていただいて見てほしいっていうところもありますね、そうですね、間違いない、はい、今週末はね北関東ダービーですから、はい、まあ、水戸のアウェイに乗り込んでですけど、はいはい、活躍を、はい、頑張ります、はい、はい、いうことで、じゃあこの辺でちょっと最後質問募集しましょうか、はい、ちょっとあのコメント流れてくるまで時間があるんであれですけど、何かもし浜下選手に聞きたいことがあれば個人のことでもいいですし、はい、アウェーで行ったこともありますとこういう方もいますね、はい、ます結構ね J2 界隈の方多いんですよこの番組、あ、そうなんですね、はい、J2 の番組をやるとき
結構視聴者の方多かったりとかしてて、はい、はい、じゃあとりあえず一応あの質問多かったんで聞いておきましょうか。おすすめの餃子屋さんはってこれ多分死ぬほど聞かれてると思うんですけど、はい、なんかその有名なのがミンミン、ミンミンですかね、ミンミン、ミンミンとマサシっていうところが美味しいっていうふうに聞いたんですけど、まあ、2つとも両方とも行ったんですけど、まあ、僕はちょっとあまりちょっと分かんなかったですね。あの美味しいけど違いがっていう、美味しいんですけど、はい、なんかそのマサシは肉が多めみたいな、はい、でミンミンは野菜が多めみたいな感じで聞いてたんですけど、ちょっとあんまり分かんなかったですね。すごい美味しかったんですけど、はい、僕個人の話でいけば、はい、うちの親父がマサシの店員さんを捕まえて営業してる時に普通に焼いてるとこでちょっと焼き方教えてくれっつって教わって、そのスタイルがうち我が家には持ち込まれていますっていうプチ情報。お前つけの餃子はミンミン風、いやうちの餃子はマサシ風か、はい、家族3人で百何十個食うっていう白飯を食わないっていうストロングスタイルでお届けしています。はい、あ、今期目標のゴール数とかはありますかっていう、まあ、ちょっと具体的な数字設定する人もいればしない人もいると思うんですけど、はい、そうですね、まあ、2桁得点はいきたいなっていうふうには思ってますね、はい、去年はやっぱりまだまだ足りないなっていう、そうですね、去年はもっとやれただろうなっていうふうには思ってますね、はい、得点力っていうところもね、まあ、さっきお話しした将来夢っていうところもあれば、はい、まあ、そこは絶対求められてるところでもありますからね、はいはい、すっかりあれだな、餃子の話したら餃子のコメントばっかりになっちゃったな。はい、他あるかな、目標の選手、まあ、好きな選手、好きな選手はコーチーニョ選手が好きですね、小柄って、そうですね、プレースタイル的にもですし、うん、まあプレースタイルですかね、ほとんど、はい、参考にしてます。じゃあ結構いろいろ見てらっしゃる感じですね、ブンデスが好きであったり、はい、プレミア見てるって、まあ、プレミアにいましたけど、はい、コーチにも、まあ、今バルサですからみたいなところで、はい、結構いろいろそこも見てるっていう、そうですね、はい、あとは富彦さん普段選手と絡まないんですかって、これあの機械室で話したんですけど、はい、まあ、やっぱり違うんで、はい、っていうあれなんですね、そうですね、はい、あちらはマーケティングでこちらは現場ですからねっていうのはなるんですよね、はい、はい、じゃあこの辺かな、はい、じゃあ以上と、はい、こういうことになりまして、浜下選手お迎えしまして、特集浜下選手生出演栃木 SC の魅力をお届けいたしました。いた CM です。エンディングでございまして、浜下選手のインスタのリンクがずっとニコ生出てるね。ありがとうございます。本当は今日はありがとうございました。いや、ありがとうございます。開幕直後だというのに、はいはい、オフ使っていただいて、いやいや、はい、ありがたいです。ありがとうございます。帰りの電車の中でじゃあ本を、いやもう、はい、あの今は電子書籍で見てます。あ、なるほどね。、はい、ね、いろいろありますからね、はい、Kindle だからね、はい、またあのぜひシーズン中はなかなかね、あの こういう風に今回タイミングご縁があってでしたけど、はい、また改めて例えば、まあ、シーズン中もしあれでもシーズン終わったからとかで報告会などなどで、はい、ぜひご出演いただければと思っておりますし、はい、ぜひお願いします、はい、ミッシーとか栃木旅やればいいんじゃないかな。確かに、もう餃子しか出てこない、餃子や餃子、餃子焼きそばっていう。この時期いちごがありますか。いちごね、いちごも美味しいんで、はい、いうロケもしてみたいかな、はい、いうふうに思ってますので、はい、その時はぜひご協力いただければと思います。はい、番組からでございます。明日ですけれども、
実況アナウンサー北川義孝さんにお越しいただきまして、ザニョロを言っていただく回ですね。はい、セリエアの奥深さを教えてもらおうということで、はい、実況アナウンサーの北川さんにお越しいただきます。二重が煽ってたけど大丈夫？ロマニスタみたいなクエスチョンマークついてたけど、ロマニスタ断定じゃないの？わかんないですよ。わかんない。まだわかんない。はい。まあ伊藤さんが、はい、進行でいますんで、ローマとフィオレンティーナの話になるのかな。はい。木曜日、は、またこれもちょっと J リーグ界になるんですけれども、今度はフロントの方にお越しいただいて、ベルマーレのフロントに、まあ今季から入った形になりますね。さっきまで現役でプレーされていましたけども、島村剛さんにお越しいただきまして、湘南のイヤー DVD がすごいらしいと、はい、いう番組をお届けします。自分の本を出したばっかりだというのにこの DVD をやたら推している MC 達さんに、久々にお越しいただくということで、島村さんと達さんで、湘南会ですね、をお届けします。金曜日は帰ってきた J リーグトトということで、はい、J リーグ開幕しましたので、トトの予想コーナーを久方ぶりにやるのかな。先週やった？いや、J リーグやった。だよね。はい、いう形になるので、まあ、今期の、好調な出だしにつながる、トト会になればいいなと思っております。浜下選手から何かありますか？最後に、はい、告知もいいですし、はいはい、いやもう本当に栃木 SC っていうチームを、まあ、本当にまあ本当に見てほしいですし、まあ、僕自身もう選手として、はい、見てほしいっていうのがあります。はい。インスタフォローしてください。そうですね。はい、はい、ぜひチェックしてポエムを確認していただければと思いますし、特に関東圏の方とかはぜひお時間あれば、はい、ホームゲーム、ご覧になっていただければと思っております。週末は北関東ダービー、はい、はい、水戸とのアウェーゲームとなっております。ありがとうございました。本日はまたぜひよろしくお願いしま す。ここまでのお相手は小松と浜下選手でお届けしました。また明日お昼12時にお会いできればと思います。さようなら、ありがとうございました。